先月5日に珠洲市を襲った最大震度6強の地震で窯の被害を受けた珠洲焼作家のもとを俳優の常盤貴子さんが訪れボランティア活動に参加しました。今日午前、珠洲市役所を訪れたのは、おはようございます。俳優の常盤貴子さんです。被害状況がどういう感じなのかもちょっと今回、みんなで応援するから頑張って。常盤さんが珠洲を訪れたのは、珠洲焼作家篠原隆さんの工房でボランティアに協力するためです。先月5日、珠洲市を襲った最大震度6強の地震。もうゼロだね。やりかえな、完全にあっちから作り直さなきゃいけないよ。この地震で28年間作品を生み出してきた篠原さんの窯は土台から崩れ使用できなくなりました。そんな中、被害を聞きつけた珠洲焼の有志やファンが窯の再建のため解体作業を手伝うボランティアを企画しました。その企画者の一人が常盤さんです。いけそう、うん、こういう作業嫌いじゃないんですよ。黙々とされる、うん、なんか嬉しいだから参加できて。白い靴が汚れてますよ。全然いいんです。8年ほど前に珠洲を訪れて以来、篠原さんの作品のファンになった常盤さん。震災以来、何かできないかと考え、窯の解体作業を手伝いに来たのです。ここまで来るのも大変だったんだろうなって思って、でもそれを一生懸命未来につなげようとしてくれている、私も表現をする人間としては、すごくその姿も勉強になるし、どういうふうに変わられていくんだろうっていうのが楽しみでもありますよね。5日間のボランティアには延べ80人余りが参加し、およそ2500個のレンガ全てを取り外し掃除しました。できました。始まりますよ。まだ準備が終わったってことは、また地震を区切りとしてこうやって皆さん来てくださって、改めてああやっててよかったなと思う。まあこれからなんでね、まだまだ先は長いんだけど、とりあえず一区切り今日つくから、でそれをみんなでやれてよかったです。